中間隼人です。私たちは世界平和のために大切なことは違うから仲良くすることだと思いました。もし違うから仲良くするならば、結果として新しいものに興味を持つようになる。なぜならば、お互いのことを知るためだからだです。私たちはこの世界を平和にするためにツルプロジェクトを考えました。これは世界中の子どもたちとインターネットを通して戦争はやってはいけないということを話して、みんなに鶴の折り方を教えながら鶴を折ります。さらに折った鶴を自分の国の色の自分の国の国旗をの色を塗って、自分の国の平和を願うプロジェクトです。この鶴プロジェクトをすれば世界が平和になり、世界平和につながると思います。私たちはこれを実現するために鶴を折って世界平和にしていきます。よろしくお願いします。